私はマミ、先月初めて出産し幸せのピークのはずだが、現実は今まで感じたことのない多大なストレスの中にいる。原因はこいつだ。おはよう。おはよう。今何時だと思っているの？昼の12時よ。え？ああ、もうこんな時間なんだ。道理で腹が減ったな。今日の昼飯何？何じゃないわよ。もっと私に言うことあるんじゃないの？え？言うことって？レイジ、あなたなんで今会社を休んでいるか分かっているの？分かってるよ。マミのために育休を取ってあげたんだろ？育休。そうよね。育児のために会社を休んでいるのよね。なのになんでこんなゆっくり昼に起きているの？ああ、ごめん。昨日ちょっと寝るの遅かったからさ。またゲームやってたのよね。知ってる。だって寝室まで聞こえてきてたから、あなたの会話する声が。なんだよ。ちょっと好きなことやったっていいだろ？俺だって気晴らしが欲しいんだよ。気晴らし？じゃあ私はいつ気晴らしするのよ。夜も眠れないし、昼間寝たくても0時はこうやって遅くに起きてくるし。カリカリすんなよな。ほら、メイは俺が見ているから昼飯作って。ふん。私だって怒りたくないわよ。でもなんで家事も育児も私がメインなの？二人いるんだから、レイジにも私と同じ目線で育児してほしいのに。なんで急に泣き出すかな？やっぱりママじゃなきゃダメなの？おーい、メイが泣き止まないんだけど。まだ飯できない？メイが泣いててかわいそうだよ。こんなことなら、育休なんて取ってもらわない方がよかったかも。出産前。え？レイジ、育休取ってくれるの？先輩の加山さんが勧めてくれたんだ。加山さんは2回育休取っているんだけど、ぜひ取った方がいいってお勧めされてさ。私もレイジが産後に一緒にいてくれると安心するわ。ほんと？じゃあ俺、頑張ってマミをサポートするよ。よろしくね。よし、今からお風呂の入れ方とかおむつ交換とか勉強しとこ。あの時のやる気は一体どこへ消えたの？やっぱり赤ちゃんはママが一番なんだよ。ほら、マミが抱っこしたら泣き止んだだろ？そうやって泣いたらすぐ私に渡すから、いつまでも泣き止ますことできないんじゃないの？またそうやって嫌み言う。最近怒りっぽいよ、マジで。ん？またチャーハン？昨日もチャーハンだったよね。はぁ？じゃあ自分で作ればいいじゃない。俺が前に作ったら文句言っただろ？当たり前でしょ？昼から時間かけて作って片付けは疲れたからってそのまま放置されたのよ。ただでさえ大変な時期に余計な手間を増やされたら、こっちだって文句も言いたくなるわよ。ああ、はいはい。そっちがそういう態度だから俺もやる気が起きないんだよ。せっかく手伝ってやろうと思っても、怒られたらやりたくなくなるって。はぁ？なんか食欲なくなったわ。もういい。ちょっと、どこ行くのよ。気晴らしに散歩してくる。お前と一緒にいるといつも怒られて疲れるんだもん。気晴らしって、こっちはそんな簡単に一人で外にも出られないんだけど。ごめんね。いつもママとパパ喧嘩ばかりで。ミルクかな？おむつはさっき変えたし。あ、泣かないで。私も泣きたくなっちゃう。ダメだな。もう母親なのに。私だってまだ母親になって1ヶ月しか経ってないのに。メイは可愛い。でも、これからずっと私ばかり我慢しなきゃいけないの？産後のせいか、私の気持ちは不安定で、気づけば娘の顔を見て泣いてしまうことが多くなっていた。やっと、寝かしつけ終わった。疲れた。あ、マミ、あさっての日曜に加山先輩がうちに来るから。え？さっき加山先輩から出産祝いを送りたいって連絡来てさ、だったらメイの顔を見に来てくださいって誘ったんだ。誘った？レジから？うん。だって先輩には育休取る時もそれ以外でもお世話になってるしさ、別にいいだろ？よくないわよ。誰が掃除するのよ。掃除なら俺がするし、それに先輩の奥さんも来るから、マミもいろいろ話を聞けばいいと思ったんだよ。マミも最近イライラしてるし、ちょっと先輩ママさんのアドバイス聞いた方がいいんじゃない？本当は怒鳴りつけてやりたかったが、今となればメイが起きてしまう。私は我慢しながら、頭の中では離婚の2文字がちらついたのだった。日曜日。お邪魔します。すみませんね。呼ばれてのこのこ来ちゃいましたけど、まだ体調辛いですよね。いえ。いやいや、全然平気ですから。先輩こそわざわざ来てくれてありがとうございます。あの、お祝いです。おむつ代にしていただければ。あと、これよかったら使ってください。ありがとうございます。あ、これって。肌着です。この時期だといくつあっても足りないですよね。新しいのだと肌に馴染まないかもと思って、うちの子のお風呂なんですけど。助かります。よく汚してしまうので。奥さん、ちゃんと眠れてます？すごく疲れた顔をしてるわ。大丈夫です。ありがとうございます。優しく気遣われて泣きそうになる。おい、レイジ。お前ちゃんと子育てに参加しているのか？奥さん、しっかり休ませてやらなきゃダメだぞ。もちろんですよ。ちゃんと手伝ってますって。手伝いね。
あ、俺がやるよ。きっとおむつだろ。は？任せとけって。ああ、香山さんがいるからイクメン気取りたいのか。うわ、背中まで漏れてる。え、これどうすればいいの？うわ、ちょっとマミ、なんか拭くもの持ってきてよ。はあ、お尻拭きも用意せずにおむつ替えするって無謀すぎない？だって今まで使ったことないし。レイジ、うんちの時は絶対おむつ替えしないもんね。それは。私がやるわ。あっち行ってて。いや、でも。先輩の前でカッコつけたいんだろうけど、そのおぼつかない手つきで普段やっていないのバレバレよ。おい、レイジ。まさか育休取ってるのに育児やってないのか？え？そんなことは、会社休んで育児もせずに遊んでるんじゃないよな。遊んでます。夜はずっとオンラインゲームやってますし、起きるのは昼です。レイジ。私、正直今日呼ばれたって聞いた時に嫌な予感してたのよね。普通は産後1ヶ月しか経ってない家に人を呼ぶ余裕なんてないわよ。でもうちの夫がレイジさんは大丈夫って言うから、本当かしらって様子を見に来たの。奥さんがこんなに疲れた顔をしているのに、あなた何をやっているの？ゲーム？昼まで寝てる？そんな状態の旦那なら、会社に行ってくれてた方が100倍マシだわ。え？育休はね、リフレッシュ休暇じゃないのよ。こっちが必死で子育てしてるのに、隣でのんきに手伝ってやってるんだって顔されるの。死ぬほどムカつくってわかってる？私の知り合いだけど、産後間もない時期の旦那の態度で離婚を決めた人が2人いるわ。え？実は考えてる。え？なんで？レジと一緒に子供を育てていく未来が見えない。私ばかり眠れないし、自分の時間が何もない。レジは好きなことできていて、それを目の前で見ているのが辛い。俺だって家事やってるだろ。家事やるたびにやってやったって顔されるのが嫌。私がこうしてほしいってお願いすると、文句言われたってすねられるのも疲れる。指示してくれって言うくせに、実際指示したらこっちの方がやりやすいとか、私の教え方が悪いとか言われるし、もうそういうやりとりも嫌なのよ。わかる。それすっごくわかるわ。よく褒めて伸ばせとか、男は言ってくれないと気づかないって言うけどさ、なんで妻がそこまでやらないといけないわけ？自分で考えて動きなさいよね。なんで一人だけ新人みたいな顔してんのよ。母親はお腹にいる時から子育てスタートしてたっていう人いるけど、お腹に入れてただけだからね。実質スタートは同じだからね。わかったから。うん、俺も頑張るし。とにかくレイジさん、イクメン気取る前に本気で子育てやりなさいよ。じゃないと本当にマミさんに捨てられるわよ。はい。その夜。あ、俺がやるよ。いいよ。香山さんの話聞いて今だけその気になられても、期待して後で裏切られたくない。いや、本気で俺も心を入れ替えるから。もうゲームもしないし、メイの夜泣きは俺も対応する。別の部屋で寝ているじゃない。うん、だから今夜から3人で寝よう。俺、どっかで育休取ってやったって思ってた。感謝しろって。それは感じてたよ。ごめん、これからはちゃんと育児をする。だからもう一度チャンスをくれないかな。マミともメイとも離れたくないし、父親として頑張りたいんだ。そう言われて嬉しいけど、口だけかもしれないし、レイジが頑張るって言うならそれを止めないわ。ただやっぱり口だけだったら分かっているよね。うん。レイジはよほど香山さんの奥さんの話が聞いたみたいだった。その日から彼は別人のように育児に積極的になり、私を戸惑わせたのだった。育休も終わり、会社明日からだね。うん、名残惜しい気もするけど、正直ほっとしている。そうなの？だって昼間は自分の時間が持てるってことだろ。この数ヶ月、初めの頃が嘘みたいに育児をしっかりやってくれたレイジは、私にとって頼りがいのあるパートナーになっていた。最初はどうなるかと思ったけど、育休取ってくれてありがとうね。いや、俺もいろいろ気づくことが多かったよ。別にここがゴールじゃないし、これからも頑張るよ。そうだね。夜はできるだけ早く帰ってくるようにするから。そう言って、慣れた手つきで娘を抱っこする。その姿に、私はレイジとの未来を思い描けるようになったことに気づいたのだった。